ついに先日お伝えした音楽フェス当日の朝、皆さんが来る前に寒い季節の野外ライブに必須のアイテムを準備していきます。皆さんこんにちは、あぜがみさんファームのよこさんです。あぜジャムフェス当日、ペレットストーブを作るぞ。いよいよやってきました、あぜがみジャンボリー当日です。今日はですね、これから続々とアーティストの皆さん、それからお客さんが来ますので、みんなが温まれるように、これからペレットストーブを組み立てていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速組み立てていきたいと思います。これがペレットストーブのパーツなんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。見てください、これキリンの形をしているんですよ。で、その名もキリンくんって言います。めちゃくちゃ可愛いのですごい楽しみです。よいしょ。これが足で、そうそう、ここでね、お湯沸かしたり調理したりできるんですよ。着火剤。今回これを貸してくれたのが黒船ファームというですね、三重県の伊勢にある企業の方が貸してくださいました。そちらのリンクも概要欄に貼っておきますので、ぜひこちらキリンくん気になった方はそちらチェックしてみてください。で、こうだ、めっちゃ簡単ですね。ね、簡単。それでお客さんがこうやって入ってくるので、この正面、この辺でお出迎えできたらなって思ってます。え、組み立て以上ですか？めちゃくちゃ簡単、もうこれで以上で、ここにですね、ペレットを入れるケースがあるので、この中にペレット満タンにして、こう火をつけていくと、もう組み立ても超簡単です。誰でもできる、本当、女性でも。火とかをこう凝縮させたものらしいんだけど、これ松とかを原料とした環境に優しい自然エネルギーです。だから暖かくて環境にもいいっていう素晴らしいストーブですよね。ペレットはね、こういう感じ。めちゃくちゃこぼれてはい、では満タンになりましたので、これをセットしていきます。ここにセットしたら、ペレット側とこっちのキリンさんの首の方側にですね、両側に着火剤を入れて燃やすと、この間を火が通っていって、これが全体が温まるというシステムらしいんですが、それでは火をつけていきたいと思います。はい、着火剤に火がついたら、これを真ん中に入れていきます。それでは今度首側のこちらでも火をつけていきます。ガスがもうないかな。反対側からもな、火もないです。あ、そうだね、まだできるか。大切に大切に頼む。ああ、生きてる。お、いい感じです。いい感じ、いい感じです。あ、消えちゃった、消えちゃってる、消えちゃってる、消えちゃってる。復活しました。復活した。すごい燃えてます。あ、来たね。蓋を閉めて、早速煙が出てきた。おお、煙出てきた。おお、いい感じに煙が出てる。どうですか、暖かくなってきてます。暖かい、うん、キリンくん全体が暖かくなるってことですね。全体がそうだね、温まるね。で、ここも、あ、もうかなり熱くなってきた。で、この中で焼きリンゴとか焼き芋もできるみたいなんですよ。だから
ちょっと使い方に慣れたらそういう上級者的な使い方もやってみようかなと思います。めちゃくちゃ楽しみですね。楽しいねこれ。さあもう一台ペットストーブを組み立てていこうと思います。やっぱ本当この簡単に組めるの最高だよね。本当今1分ぐらいでね、うん、ピザ窯作った時のスコップがあったやばい楽むちゃくちゃ楽でも意外と1回にすくえる量ってあんまり変わらないんだね。結構本当ですか、うん、あ量は、うん、ちょっと手の方が多いかも。むしろ手の方がで、あとはこれに火をつけていくだけと。よいしょよいしょ。山本さん、ライターなんて持ってないですよね。ごめん、いろいろないわ。着火板があったぞ。はい、着火しまーす。ね、これ最高じゃん。たら中にしまって蓋を閉めると、はい、風が、ね、お、ついた、来た、入れて、あれ消えた、消えたか蓋を閉めたら2代目のキリンくん完成です。このようにペレットが燃えて少なくなってきたらどんどん足していきましょう。はい、というわけで今回はキリンくんペレットストーブの作り方についてお届けしました。もう今日ですね、かなり気温冷え込みましたので、今日ここでみんなが温まってもらえたらなって思っています。はい、それでは今日はフェス1日頑張るぞ。それではあぜがみさんファームのヨコさんでした。バイバーイ。太陽のリンゴジュースソレイユ、あぜがみさんファーム楽天市場店にて絶賛発売中です。ぜひ概要欄からチェックしてみていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。